外食需要を喚起する GoTo eat」について農林水産省は食事券やポイントの利用を原則として4人以下での飲食に限るよう都道府県に要請しました食事券ポイントの利用は原則として4人以下の単位での飲食とし具体的な対応について各地域における感染状況等も踏まえて都道府県知事に早急な検討を要請したところであります 農林水産省は GoTo e a t の利用を原則4人以下の場合に限る人数制限について新型コロナの感染が拡大している地域ではできる限り3連休の初日となる21日から対応することを求めますすでに5人以上で予約を済ませている利用者については店内で別々の席に分かれて座るなどすればキャンペーンの適用は可能としています。